さんおはようございます。クルーズソフトです。自動車ニュースココホレ11。今日はですね、6月度の、社名別新車販売台数ランキング、こちらをお伝えしたいと思います。ちょっとね、1週間ぐらい遅れてしまったんですけども、あれだね、こう水曜日とかに発表されちゃうともろなく1週遅れちゃうので、ちょっとね、発表日をね、自販連さんと前景事業さん、うまいことね、私の収録日に合わせてくれると嬉しいんですけど、まあそうもいかないかということで、早速ね、参りたいと思います。2022年6月社名別新車販売台数ランキングです。このようになっております。1位がヤリス、前月から変わらず。2位がカローラ、前月から変わらず。で、3位がノートね、割り込んできましたね。2ランクアップで3位がノートです。で、今までのベスト3からルーミーが下がってしまいましたね。1ランクダウンで4位がルーミー、5位がフリードで1ランクダウン、6位がライズで2ランクアップですね。7位がフィット、4ランクアップ。8位がベゼルで、ベゼル7ランクアップでかなり、上がってきましたね。ベゼル、まあ、ハイブリッド車のね、納期がすごく長いということで、いろいろね、待ってる方も多いのかなと思いますけども、札幌市内でもね、すごく見るようになりましたね。結構、テールライトが結構特徴あるので、あ、よく見るなって感じがします。で、9位がノアです。10位がボクシーとなっております。ノアボクシーはね、なんか堅調に上がってきたなという感じがいたしますね。で、11位以下ですけども、11位がシエンタ、12位がアルファード、13位がアクア、14位がセレナ、15位がステップワゴン。これステップワゴンは後でちょっとね、着目したいと思います。16位がランドクルーザーワゴン、17位がソリオ、18位がハリアー、19位がラブ4、20位がパッソ、21位がスイフト、22位がフォレスター、だいぶ上げてきましたね。23位が CX5、24位がマツダ2、25位がインプレッサ、26位がプリウス、27位がアウトランダー、28位がロッキー、29位がシャトル、30位、ランク外から CX30 というふうにね、こんな順位になっておりますということで、まずベスト3ですけどもね、前月のベスト3、5月度はヤリス、カローラ、ルイミーの順番でしたけども、ノートがそこをね、割り込んできまして、堂々の3位ということで、こちらノートのね、頑張りなのかなと思います。あとは、インアウトをね、まず先に見ていきますか。インアウト見ていくと、まずフォレスターがね、37位から22位に入ってきましたということで、まあ、一番今年の上げ幅、最大の上げ幅がこの22位の、フォレスターとなっております。で、 CX5 も、入ってきましたね。33位から23位に入ってきましたと。あとマツダ2もね、32位から24位に入ってきておりますと。あとシャトルも31位だったのが29位に入ってきまして、 CX30 もランク外から入ってきましたということで、5台の車がね、30位圏内に入ってきております。で、逆に出ていってしまった車、アウトの車ですけども、クロス B が26位から31位に、ジムニーワゴンが30位から34位、あと86だね、86が25位から37位ということで、こちらもね、これ86の25位から37位というのが今月度の最大の下げになってますということで、86なんか急にあれですかね、売れなくなってしまったんですかね、なんか急にボーンと下がっております。で、あと CHR が27位から38位、で、あとキックスが28位から40位、あとクラウンがね、36位から圏外ということで、実はクラウンが一番大きく下がってるので、圏外なので、計測不能です。この辺はさすがクラウンだね。前月36位から本当計測不能の下げ幅ということで、まあ、土俵際の貧しいクラウン、規格外の下げっぷりでね、すごいなと思いますけど、まあ、これは皆様ご存知の通り、7月15日ね、これメーカーからもちゃんと発表がありましたね。今回ベストカーの最終的なこうね、スパルタ情報は当たってましたけど、7月15日に、クラウンがね、いよいよ発表されますということで、なんかこの日オンラインでね、発表のこうセレモニーみたいなのをやるみたいなので、さあどんなクラウンが出てくるのかなと、いろいろ噂されてますね。まあ一応今回 SUV っぽいのが出てくるっていう話で、まあ巷で盛り上がってますし、さらには今回じゃないんだけども、やっぱりベースは FF プラットフォームのクラウンが出てくるらしいんだけども、今回じゃなくてもうちょい後にやっぱ FR のクラウンもラインナップでいるぞみたいなね、そういう本当かどうかわかんないけどさ、雑誌には載ってますよね。まあ、FR のクラウンもね、やっぱりいるぞみたいなね。どうまで本当かわかんないけど、まあそういうね、まあね、夢も希望もあっていいんじゃないかな、そうね。やっぱ往年のクラウンファンはやっぱり FR にこだわるからね。でもまあ北海道では FR にまあプラットフォームが FR の4駆とさ、FF ベースの4駆だと話は違ってくるけども、北海道で乗る限りはもう4駆しかもう選択肢ないのでね、もう FR でも FF のどっちでもいいわ、もう4駆性能でね、埋まらない車を求めたいと思いますね。で、まあそういった形でクラウンが一番下げ、まあちょっと計測不能でしたけど。で、あとはステップワゴンに注目かな。前月が、まあ、5月の後半から売り出されて、あれ5月の19日ぐらいだっけね、なんか発売されて、19か21だったと思うけど、だから実質10日ぐらいしかなくて、前月は
19位だったのが、今月はね、あのフルで、あの6月分が1ヶ月分カウントされての15位ということで、まあ、4ランクアップしてますけども、まあ、こちらが実質、あのステップアゴンの今の実力なのかな、その、まあ、あの社名別市場販売台ランキングなので、あのメーカーでね、あの売却が成立したとか、あの契約までたどり着きましたよっていう価格、あの台数じゃなくて、登録まで、あの運輸局へのね、運輸支局に登録された台数なんで、まあ、平たく言うと、ナンバー装着まで行けた車ということなので、まあ、それで3378台ということで、まあ、これが実質のステップワゴンの今の力ということで、もうちょっとなんか伸びてもよかったのかなと思うけど、ここら辺はあれだね、その車の実力っていうよりも、その作れた台数と、はけれた台数だから、車の人気はもっと高いのかもしれないということで、これはね、ステップワゴンは今後に注目したいなと思っております。でちなみに50位は、レガシーでしたとね、前月あのランク外からのレガシーでしたということで50位レガシーでございました。で続いて軽自動車の方見ていきますけども、軽四輪車通称名別新車販売台数ですけども、1位が N ボックスということで 15,149 台、2位がスペーシア 8,780 台、3位がムーブ 7,917 台、4位がワゴン R 7,199 台、5位がルークス 6,561 台、以下6位がタント、7位ハスラー、8位アルト、9位ミラ、10位 N ワゴンとなっております。 N ワゴンはあの、ね、今回あの今週先週なのかな、あの新しくなりましたね、モデルチェンジっていうか、あのマイナーチェンジっぽいのかなになったと思いますんで、あの、まあ、今後の、ね、伸びも期待できるのかなと思います。であとは あれかな、先月ここか1位2位ですね、先月はさ、あのスペーシアが1位だったんだよね。あの時はスペーシアが8670台、 N ボックスが8631台、わずかの僅差39台差でスペーシアが1位でしたということで、おめでとうございますだったんだけども、だ今回はね、倍とは言わないけども圧勝だよね。 N ボックスがね、ここの15000台と8000台、まあ、約9000台、全然もう桁も違うし、もう全然本当にね、倍近いスコアですよねということで、まあ、N ボックスが1位に返り咲いておりますということで、ね、本当に強いね、あのスペーシアの1位は何だったのということで、前回だから N ボックスは今回すごいはけたんだね、前回よりも2倍近くの生産ができたんだなということで、やっぱ車両のこう作る能力も回復してきてるのかな。まあこの辺は良かったですよね。どんどん適正化されていくといいね。まあ N ボックスもだってこれだけの台数がね、登録までナンバーつきましたってことなので、やっぱりまだまだ買ってね、バックオーダー抱えてると思いますんで、まあ一日も早くね、あのお客様の手元に車を届くといいなと思います。で、総合ランキングの方ですけども、1位が N ボックス 15,149 台、2位がヤリス 13,107 台、3位がカノーラ 9,093 台、4位がスペーシア8780台、5位がノート8734台ということで、軽自動車登録者、登録者、軽自動車登録者ということで、まあなかなかいいサンドイッチになったのかなというふうな感じがいたしますけども、まあ、N ボックス圧倒的に強いですね。で、ここへ来てやっぱヤリスですね。あの、ヤリス、カローラ、ルーミーじゃなくて、その中でも一番ヤリスがやっぱ君臨してるということで、なかなかそのやっぱまだまだ牽引してる力が強いんだなっていう感じがしますけども、まあ本当 N ボックスのね、この上位の1位、堂々たる1位のね、力がやっぱり本当に際立ってるなと。で、さらには6月の発表がされましたので、これで上半期ですね、2022年上半期、そう、1年間の半分終わっちゃいましたから、上半期のランキングを見ていきましょうということで、上半期ランキングでございます。1位 N ボックス 103,948 台、2位がヤリス 81,580 台、3位がカローラ 79,88 台、以下4位がルーミー、5位がノート、6位スペーシア、7位ライズ、8位タント、9位フリード、10位ムーブとなっておりますということで、本当に N ボックスが強くて、1台だけ10万台にいっちゃって、ね、本当に桁が違うということで、N ボックスをね、本当に伸びておりますね。ただ前年のね、2021年、前年の上半期は11,551 台だったの。だから、前年累計比で 94% でございますと。で、ヤリスに関しましてはもっとね、前年比だと 68.5% なんだよね。だから、去年はもっと作れてた。だから今年に入って上半期は本当に新車が作れなかったっていうのは、私のラジオでもお伝えしていますし、皆様もよくご存知かと思うんですけども、本当にその半導体不足だったり、あのね、ロシアのウクライナ侵攻とか上がって、供給がね、あの部品の供給不足だったり、世の中的に不安定な状況が続いてたりして、本当に本当に車が作れてない状況の中で、N ボックスはやっぱ前年累計比 94% ということは、よく作ったなと。これは人気云々よりも、よう作ったわというところで、そこをね、評価したいのかなと思います。で、先月に関しましては、あの私のラジオの方でもお伝えしましたけども、リーマンショック、東日本大震災、あとコロナ初期の一番ひどかった頃、それよりも、車のね、生産ができなかったという状況で、かなり車の生産台数がね、きつい状況になっております。
一日も早くね車の生産がねこうねなぜ正常化してバックオーダーが履けるといいなと思います。そうしないと、まあ、今ね中古車情報中古車のね販売がいいってことでわーわーわー言って盛り上がってますけども、中古車の原資って新車だから、新車が出てきてそれで新車買い替えるためにまた中古車市場が潤うってことなので、これが高校でこのままずっと続いてるとそのうち本当に中古車の弾もなくなるよってことで弾切れ起こしちゃうと、目詰まり起きるとね、この前の KDDI じゃないけども服装状態になってしまうとそれを状態が履けるまでにすごい時間かかるから、そろそろ年内中には車の生産もね、正常化してほしいなと切に願います。今日は週の半ばの水曜日でございます。暑い日が続いておりますし、まあ体調管理もそうですけどもね、まあメンタル的にもね、仕事もなんかこうあれかな、こう上半期の目標とかもあったりなんかして、まあ4月からだと約3ヶ月経って、まあボーナスも出てっていうところで中だるみしそうなね、夏休み前だからなんかぼーっとしちゃう感じもするけども、ここでだビシッとね、なんとかこう気持ちを盛り立たて、やっぱり今頑張ったのがね、今年の2022年のね最後ね年末に収穫できるのかなと思いますので、今ね暑いですけどもライバルに差をつけるチャンスのね、月でもあると思いますので、ぜひ時間に余裕を持って今日ね、仕事に行っていただき、笑顔でね、おはようございますというね、やっぱ挨拶からね、挨拶のできない人が最近やっぱ多いですから、気持ちよく挨拶してね、やっぱり最後は人と人のとのコミュニケーションというかね、やっぱ人から仕事をもらうことになりますから、そういったところで気をつけていきたいと思います。それでは本日も、時間に余裕を持ってお気をつけて行ってきてください。それではいってらっしゃー。